略称同じ、民主党で投票しないでと立憲なんたらと。立憲民主、国民民主両党が31日党開票の衆院選の比例代表をめぐり、届け出た略称を使わないよう呼びかけ始めた。両党の略称は共に民主党だ。そのまま記入しても両党の得票率に沿って配分される。 自らの党だけの得票にならないから困っている。立民は24日に党の公式ツイッターで立憲民主党とお書きくださいと投稿した。略称が他党と重複しているため、票が分かれてしまう。私たちは立憲民主党ですと強調した。略称は投票所などの届けで政党の一覧などに掲示される。 複数の党の欄に同じ表記が並ぶ状況が生じている。総務省の説明によると、民主党と書かれた票はどちらの政党か判別できない。一票を両党の得票割合に沿った小数点以下の数で振り分けて両党に配分する。前回2017年衆院選は旧立憲民主党が民主党の略称を使用した。 2019年参院選は旧立民が立憲、旧国民民主党が民主党で分かれていた。暗分問題は浮上しなかった。20年に旧立民や旧国民などの勢力が合流して現在の立民が発足した。今回の選挙で民主党を採用した。民主と書いた場合、選管が選んだ開票管理者の判断に委ねられ、無効になる可能性もある。 民主は政党が届け出た略称でない。自民、立民、国民、社民の4党の党名に入っている。1強の自由民主党に並べと、社会民主党、立憲民主党、国民民主党が民主をつける。多弱が虎の胃を軽き常さながらさもしい限り、旧民主党が立憲民主党と国民民主党に分裂しているのに、 略称民主党を押し通す両党は、国民のための政治ができると思えない。また、両党に分裂しているのに、民主党とだけ書いて投票する有権者は正しい判断能力があると思えない。責任逃避とみなして向こうでもよかろう。連合にも背かれたあの党はい一層、立憲共産党に解消されたらどうか。お聞きいただき感謝申し上げます。